お前に見ることができるかな。今その抵抗で敵の発射したものを跳ね飛ばした。この炎は、ルーロが閉じる。どうする。これで中庭に行くのがさらに困難になる。異常警報発生、通路7B。ずいぶん騒がしいので、余計な好奇心で伺ってみただけで。余計な好奇心でもう一つ、その壁の時計は正確ですか？この外部への電話リスト、通話録音内容を聞きたいのですが。焦るな、この選択場のどこかにいるはずだ。こんな状況でちょっと言いにくいんだけど、個人的なことなの。大きい方でなくて本当良かったって思ってる生理現象のことよ。普段重力があるから、体の下の方にある血液がな、小便で塩分を出して血を薄くさせようとな。ちょっと待って。心配するな。ウェザーリポート。違う、壁の溝に吸い込まれたのか。私扉に行く、壁にも触った。窒息よりもその前に体内の血液が沸騰して死ぬことだ。弾丸を補給するかな。雲のスーツ。部屋の中は真空に近く、今度は確実に真空に放り出されるってこと。そういうことだ。今でも二酸化炭素が増えている。洗濯カゴが浮かんでないのよ。あいつどうやって真空中で呼吸をしているの。無重力はそこまで。あそこまで行けば普通の空気が間違いなくある。行って、ウェザーリポート。スーツの中の気圧もおかしくなってきてるわ。俺の射程距離から逃れられると思うなよ。撃墜する気だ。そうはさせない。ほら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 。もうあと数メートルで空気のところへ到着する。ドラム缶そのものを撃って傷つけたんだ。無重力の方へと戻された。これで奴は終わりだな。ジョニー、なんてことを。戻れ、狙い撃ちされる。分かっているさ、お前のスタンドは強力。まさかこれはストーンフリー。そいつを弾き飛ばせ。ヤツだってその気になれば倒せるぜ、この俺がな。それを待っていた。呼吸を、弾丸を装填したその時。俺に舐めた真似をすることは許さねえ、あの女。やるよ、奴からディスクを取り戻すだけなら。無重力解除だ。ジャンピンジャッククラッシュ。空気はお前を私の方に吹き戻してくれてるぞ。スピードワゴン財団が来るまであとどのくらい。3分、それとも2分。次の問題はどうやってこの扉を開けるかだ。監守に開けてもらう。反省独房生活を送る罰を食らうことになる。構わないよ。ウェザーリポート、あんたはその辺に隠れてて、ここからは私一人で行く。君か。君かだと。監視じゃない、こいつは空城ジョリーンだ。ラングラングラーじゃない。待て、神父様、お願い、その警報ボタンを押さないで。このカードの持ち主は服役中、ラングラングラーは今どうしているのだね。ええ、もちろんです。でも私が中庭へ行った後でな。君は一人かね。近くに他に誰かいるのでは。人に親切にするのは自分も親切にしてもらうためであり、行かせるしかない。あのドラム缶の陰に誰かが潜んでいる。